6月は麦の刈り入れの季節です。小麦畑のそばに静かに佇む一軒のカフェがあります。左京区静原にあるビーガンカフェミレット。無農薬野菜と並ぶもう一つの看板メニューが焼きたてのパンです。自分で育てた小麦を使っているっていうのが一番のポイントと、この石窯で焼いているっていうのが大きな違いかなと思います。小麦の味をしっかり感じられる、それから食べた時にこの石窯なりこの作り手のを思ってもらえるっていうパンがいいかなと思っています。今回の主人公はこの石窯の設計をし、この店にパンの焼き方を伝授した人物、石窯パン研究家竹下明郎さん、御年98歳。今一番探してるのは美味しい小麦がないかと思っていることですよね。今のは味じゃなくて収量とか作りやすいとか作る方の側なんですね。米収穫してもものすごいその高度な製粉技術で、例えばうまさがあったらみんな吹っ飛んじゃうんだね。竹下さんの自宅にはパン専用のアトリエがあります。ここで石窯の設計図を引いたり、材料の小麦について調べたり、焼き方やレシピを工夫したり、美味しいパンを焼くためにはどうすればいいのかをずっと考えてきました。フランスパンみたいなパンですよね。何も入れない、これもそうですよね。例えばレーズン入れたらその味が出ちゃうでしょ。でね、もうこの味を出すためにはそんなもの何も入れない方がこの味が出るから、それで小麦粉を使ってみたりラーメン入れたみたいに、もう少し美味しいのできないかなと思って。竹下さんは昭和38年、学生時代の同級生であった当時の京都新進堂の専務の誘いを受けてエンジニアとして京都にやってきました。以来、高度成長期の日本を舞台に業務用パンオーブンの開発や性能改善、整備に関わってきました。そして60代後半からは自宅に自らの石窯を築き、パン研究家として第二の人生をスタートさせました。現在は10日に一度、販売のためではなく自分と家族のためのパンを焼いています。竹下さんが追い求めるパン、それは全粒粉 100% で作る飾り気のないハード系のパン、素朴で野趣あふれる小麦本来の味がするパンです。商売じゃないから自分が食べたいから焼いてんであって欲しいとしてあれば分けるっていうこと。使うのは岩手県の農家がうどん粉用に栽培した有機無農薬天日干しの中力小麦です。竹下さんのパン作りはこの小麦を石臼でひくところから始まります。30年近く前に近所の骨董店で見つけてきたという石臼は、エンジニアとしての技術を生かして電動に改良、手回しと同じように毎分21回転1時間かけて 1.5 キロを皮ごと引いて全粒粉にします。これでも早く回せばたくさん引けるけど、早く回すと熱を持ってきて美味しくなくなった。だからわざとゆっくり回してる。パンを膨らませるために欠かせないのが小麦のタンパク質グルテンです。日本のパンは一般的にふんわりよく膨らむグルテンの多い輸入の強力小麦で作られています。しかし竹下さんはあえてグルテンが少ない中力小麦に注目しています。やっぱりこの粉のは美味しいんですよね。強力はパンがよくできるけどやっぱり美味しいと思わないですね。強力だったらもっと簡単にまとまるんですけどね。でしかもギリギリまで水入れるから最後までベトベトです。パンの風味や旨味、
味の良し悪しはグルテンではなく小麦のおよそ8割を占めるでんぷんに関係があることが60年の研究の中で分かってきました。生のでんぷんは水分を加えて加熱すると消化しやすく、そして甘くて美味しいアルファでんぷんへと変化します。身近な例で言うと炊きたてのご飯がこの状態です。小麦でんぷんをいかに美味しくアルファ化させるか、これが竹下さんが長年パンオーブンの開発やメンテナンスを行う中で研究のテーマとしてきたポイントです。そこで竹下さんが行き着いたのが石窯です。アルファ化というのはでんぷんが乗り化して消化しやすい状態になるのに、大体それが60度なんですよ。とか中の温度を測ってると60度、大体60度の場合なんです。でそのアルファ化するしないかのもう瀬戸際なんですね。60度を突破するためには蒸気の力がないと、蒸気が上がるとその60度を突破して上がってくれるんです。竹下さんは300度に熱した石窯に霧状の水を直接吹きかけ、窯の内部全体に高温の蒸気をこもらせます。スチームの力で急激に熱が加わることで生地の中心温度は60度を素早く突破、100度に近い状態で中までしっかり火の通った美味しいパンを焼き上げます。まあ焼けてるでしょ竹下さんのパンへの思いの原点は生まれ育ったオーストラリアシドニーの朝食にあります。貿易の仕事をしていた父の転勤で7歳で帰国するまで毎朝焼きたてのカントリーブレッドを食べていたそうです。なんか香り良かったですね、うん、この朝まだ生温かいこのマリーバンズっていうのを食べた記憶があるんですけど、美味しかったね。昔の味は覚えてますね。要するに今でもイギリスの食べ物はだから大体好きですよね。毎朝7時に起床し、朝食に牛乳、紅茶、ジャムやチーズ、夕食には焼いたスペアリブなどと一緒にパンを食べるのが竹下さんの日課です。そして竹下さんならではの食べ方が、なんとわさび漬けなどご飯の友との組み合わせ。わさび漬け、これ美味しいですね。パンに合います。あと漬物があれば漬物もいいんですけどね。サマー漬けなんか好きですよ。そんな竹下さんのパンに対する一途な思いや研究に明け暮れる生き方、そしてその地味深いパンの味が評判を呼び、石窯の設計を依頼されるようになったのです。98歳にして現役の石窯パン研究家竹下明郎さん、70歳を過ぎてから20件以上の石窯の設計と製作に関わり、美味しいパンの焼き方を伝えてきました。左京区静原にあるカフェミレットの石窯も竹下さんによるものです。ミレットでは定期的に竹下さんのパンのワークショップを開いています。小麦の原種といわれる古代小麦 100% の全粒粉を使った竹下流のパンの焼き方を体験することができます。手で押し広げるように優しく成形する、リュスティックというパン作りの原点ともいえるこねないパンです。ここでやるワークショップっていうのは、竹下さんが追い求められてこられたパンを作るということの自分なりの工夫、言ってみたら、それ自由なんですよっていう、自分で考えて自分のやり方をやる、それが大事かなというふうには僕は感じてます。竹下さんのパンと人生を味わう10年以上続くワークショップは110回を超えました。さらに竹下さんは2019年秋、半世紀以上にわたるパンの研究のすべて、そしてパンに導かれて歩んだ98年の人生を一冊の本にし出版しました。タイトルは98歳
石窯じいじの命のパン。おかげさまでまあパッと花が咲いたみたいな感じですよね。これからもワークショップは続けていかれる？はい、続きます。まあそれしかないです。石窯パン研究家竹下明郎さん、98歳にして現役。竹下さんは自ら設計した石窯のことをロシナンテ窯と呼んでいます。ロシナンテはドン・キホーテの愛馬の名前。おいしいパンを目指してひたむきに突き進む竹下さんは自分の姿を重ねているのです。